もしもし。ああ、姉さんか。こんな時間に僕に電話してきたってことは、何か困りごとかい何話して。え、何彼と別れて、 忘れられなくてお酒を浴びるように飲んでるはあ姉さん聞いて僕が知ってる姉さんは知的で美しくて気品があってそれでいて別れた男とは何だろうこうすっぱり忘れるようなこう凛としてる そんんなな姉さんじゃなかったったけ一人の男を引きずるような姉さんは僕は知らないな分かった分かったよ今すぐリムジンを手配するからそこにいてあ待って周りに危険な男とかいないよね 後ろがやかましいんだけどあんまり飲んじゃダメだよ迎えに行くから待っててそうだね安全な場所にいてとにかくうん分かったじゃあね